こんにちは、時間労働が日記、8月6日の夕暮れです。東京に戻ってまいりました。いや、終わりましたね。なんか帰ってきちゃったんだなって感じがします。振り返ってみると、いろいろ大変なこともあったけど、やってよかったなっていうか、今そういうふうに思ってます。でも大変なのは、周りのことで、お芝居自体はどこでやっても実際そんな変わんないなと思って、地方の方がお客さんがこう見てくれる食いつき方がすごい良かったっていうのはありますけど、あんまり結構ドキドキしたりしてね、受け入れてもらえるかとか、そういうのはあんまり心配しなくても大丈夫だったなって思ったのは良かったです。今後ともいろんなね、ところに出かけてやれたらと思いますので、今後とも、時間と高尾、感度高尾、よろしくお願いします。ありがとうございました。